今日はこの5人に来ていただきました。イエーイ。じゃあ左の方から名前を言っていってください。石田です。それはできません。まあそれも込みでいいでしょう。じゃあはい、お願いします。西田です。はい、西田お願いします。中山です。はい、長井です。はい、太田です。はい、松田です。はい、お願いします。まあ本日やる企画なんですけども、はい、レレ王っていうやつなんですけど、簡単に言うと誰が一番レレのこと知ってるのっていうものです。あ、なるほど。まあ問題を正解したら1ポイント、はい、で最後に一番ポイントの多かった人がレレ王の称号を得ると、おー、そういうことになっていますので。いらないとか言うな。いらないとかちらほら聞こえてますけど、じゃあね、やっていくということで、はいはい、レッツゴー。第1問、はい、レレの使っている香水は何でしょう。はい、簡単です。あ、余裕。いや、お前近い人、近い人は分かるかもしれないね。ヒント欲しい。欲しい。ヒントは有名だよね。有名よ。じゃあ自信ある人いる。それはそれは近い。あ、じゃあ自信ない人からいこうかな。じゃあそうだね、書き終わった。はい、じゃあケンタから。イメージでいいんだよね。イメージでしょ。うん、おー、ディオールね。あ、待って、これ、はいはい、それもあるな。うわ、それかもしれない。香水ってこのイメージじゃないですか。うん、確かに香水って言った。なるほどね。ディオールね。じゃあ勝つ。いや、それこそ香水でしょ、で定番でしょ、これしかないですよ。ドルチェ&ガッバーナね。名前もちょっとレレっぽくない。イタリアだし、ね、同じ、うん、同じ人いた。同じ。ドルガバって書くのやめえ。ちゃんと書く。ドルガバ。じゃあコータ見して。あ、グッチね。これはないんだよな。知ってんだよな。なるほどね、そっち路線ね。じゃあ一番自信ありそうなユーゴ。ロッカー近いからね。これは間違いないと思う。シャネルのガブリエルね。もうちゃんと何かまで言ってくれてると。じゃあ回答を見ていきますか。使ってる香水は、使ってる香水はシャネルのガブリエル。いやー、マジか。ユーゴ1ポイント。あ、完璧よ。安い。すごいね。愛してるね。王道行けよ、王道。いや、まあね、ユーゴもね、ドルガバも使ってたよ。実はユーゴ同じの使ってるからね。なくなっちゃった。ラオチョウちゃうわ。次行きましょう。第2問、まあ、これはね、バカイジー問題です、正直。僕の飼っている猫2匹の名前を教えてください。これ当てれなかったらもうやばいよ、正直。すみません、よくわかりません。なんかやたら反応するんだよな。やべえわ、やばいよ。片方出てこない。そうでしょ。簡単。俺だってレレと仲いいから。これは当ててほしい。これは当ててほしい。ちょっとヒント。え、どっちのなんだろうな。まあ、片方は間にちっちゃい2入る。で、もう一匹の方は、もう一人の方はディズニーのキャラクター。ああ、はい。もういい。これわかんない。じゃあもうこれみんな一気にオープンでいこうか。ちょっと待って。いや、ケンタいいよ。ちょっと書いてください、早く。ちょっと待って。思い出す。OK。出てきてんのかな。じゃあ皆さん、回答オープンしてください。せーの、ドン。ケンタがチッチベル。カツもチッチベル。みんなチッチベルかな？全員チッチベルね。じゃあ答え見ていこうか。飼ってる猫の名前は、チッチくんとベルくん。はい、全員正解ですね。まあ、これは、レベル1すぎる。危ない。はい、続いて第3問いきます。はい。ででん。俺がスタバでいつも頼んでるやつは何ですか？沈黙えぐい。沈黙えぐい。知らねえよ。これね、アウェイとかで絶対頼んでんだよね、いつも。あ、大ヒントで出すよ。うん、あの、T です。T?T。え ?T って全部 T じゃん。いや、え？コーヒーや。コーヒーや。
全部コーヒーやん基本。ああそういうこと、うん、ティーケートです。え、なんとかティーでいい。そう、なんとかティー。まあ、ちょっとむずいなこれは。ケンタあたり当ててほしい。これいやー、これ当たんねえ気がするわ。癖はちょっと強い。あー、分かった。これ多分ね、女子の方が好きなんじゃないかな。 T で終わる絶対に。これ好きな男子あんま聞いたことない。でもいや俺も好きだよ。あ、好きなんだ。合ってたらの話だけどそれ多分これや。じゃあケンゴくんから見せてもらっていいですか。おー、まあ俺は去年ずっとね、うん、アウェイの時スタバ行ってたからね。行ってたね。わかるよ。じゃあお願いします。ダラン、ユズシトラスティ。ユズシトラスティね。うんうんうん、いいね。うん、これ飲んでた記憶もある。僕もです。おー、ユズシトラスティ2人いる。いいね、2票。2票入ってるよ。でもカフェも、え、言っちゃダメか。あれだ、そうか。じゃあユーゴ、ロイヤルミルクティー。いいじゃん、いいが出てこなかったもん。ロイヤルミルクティーは最初はミルクティーだよ。お前じゃ、じゃんけん飲みたいんだけど、逆に。じゃあ勝つ。字が可愛いよ。抹茶ティー。抹茶ティーないっけ。抹茶ティーは、わかんないけど。なんか掴みにくいからやってんな。まあコータ最後見せてほしい。自信ある。チャイティーね。なるほど。これはない。じゃあ回答。俺飲んでるとこ見たことない。じゃあ回答見ていこう。回答見ていきましょう。スタバでいつも飲むやつはチャイティーラテアイス。イエーイ。コータ1ポイント。素晴らしい。これは素晴らしいよ。これはスーパー。これから持ってていい。あ、持っていいよ。あ、もうそのまま持ってていいじゃん。おい、これは嬉しいわ、普通に。いや、女の子。No! 素晴らしい、コータ、1ポイントね。カフェモカだと思ったけど、最初。カフェモカは飲まないっす。カフェモカだと思った。全然興味あるな。ティー言われたから。じゃあ、行くよ。第4問行きます。第4問。はい。俺が寝る前に必ずやることは何ですか。知らん。見た人は分かる。これね、YouTube 見てれば絶対分かります。俺もう全員見てるよ。おお、見てる、うん、この前なんか見たことねえとか言ってたけど、なんかチャンネル登録もしてねえみたいな言ってたけど。どこが正解。そうそう。広くない本当に。本当に寝る前。直前。寝る直前。なんか優吾多分見てるから分かると思う、ね。俺見た。直近だもん。本当にもう、それをして、そのまま寝ます。あ、わかった。いや、書いて。別に、早押しじゃないんで。はい、これは実写やろうね。じゃあ、ユーが最後にしようかな。おい、カンニングすな、真ん中の人。真ん中カンニングすな。読めん漢字書いて。漢字が分かんない。漢字が読めんかった。俺、これをやってほしい、ぜひ。え？おい！そっちだろ。レリーやってほしいわ。そっちか。じゃあ、違う。じゃあ、分かった。勝つから行こうかな。え、でもさ、ちょっとまだ書いてないし。え、恥ずかしい。これで違ってたら。勝つ見して。え、でも、いけとるし。蒸気でホットアイマスク。蒸気でホットアイマスクね。はい。はい。俺自信ないから次。あ、じゃあ、こうたいいよ。YouTube 見ながらね。え、それこうたよ。俺、でもなんか、一緒、分かるみたいな話とかね。なるほど。じゃあ次いいっすか。次ケンタじゃ。いやまあレレだったらやっぱこれやってほしい。十字架切ってほしいなと。十字架のやつ。十字架のやつって言い方。なるほどね。寝る前にやってほしいっすよ。まあ試合の時とかやってるからね。うん、やってる。いやもうすごいとこ見てるね。でもちゃんと。じゃケンゴくんお願い。全然もう普通に歯磨き。歯磨き。してなかったらやばいでしょ。こんな。お前だって見たことない。YouTube 見てないやん、マジで。じゃあ、ユーゴ。これ当たってほしいよ、ユーゴ。お前見てないの？ASMR の動画。うん。なるほど。それ、ケンタに言われて。なるほど。思ったけど、結局、YouTube。じゃあ、これでこんなの言ってこない。ちっか。じゃあ、とりあえず見ていこうか。寝る前に必ずやること。
咀嚼音の ASMR を見ること。はい、ユーゴ正解。まあコウタもギリ正解、コウタもギリ正解。まあそうだね、これはこれは楽しいよやっては別にそう儀式とかじゃないから。歯は磨いてるわ。歯は磨かないわけじゃないのよ。最後にやってんのがそれなだけだ。俺も3、俺も3なんだ。もう3ポイント。じゃあ今はい、ユーゴが3ポイント、コウタが3、ケンゴ君は0かな。1だ、みんな1ね。はい、 OK。 じゃあ次いきます、第5問。おかしいわ。俺の最大のモテ期はいつですか。これ聞いた気がするぞ。これね、俺ねエスパルスのねアプリの中で言ってるんですけどね、これこれね、当てて当てれる人もいると思うよ。でも中高のレレ知ってるけど全然モテてなかった。なんちゅうこと言うねそこだって恥ずかしい。そこ言ってたら本当よ、本当よ。中1とかそういうことでしょうか。あー、そう、小刻みにね。うん、1年単位でいこうか。え、1年単位中、あ、まあ中学生とかだとさ広すぎるから。ヒントはアンダー18だね。アンダー15にしようか。じゃあアンダー15。どういうこと。日本にはいたわ、ずっと。アンダー15分かってない人だけど。アンダー15ってどういうこと。15歳以下ってこと。15歳以下、ヒント。嘘だ、お前モテてなかったじゃん分からんやん。まあ深い理由はないね、この回答について。知らないもん、うん。じゃあ一斉オープンでいこうか。はい、じゃあ皆さんせーの、ドン。と、ケンタが年長、年長、カツが小1、ケンゴくん小5、コウタ小3、ユーゴに書いたら15歳って書いてるから中3ってことね。じゃあ答え見ていきましょう。最大のモテ期は年長。正解です。正解。どういうこと。多分ね、そう、うん、ケンタは多分見たんだと思うよ。分かる、エピソードまで覚えてたら。年長ってどういうこと。モテ屋とかじゃないじゃん。エピソード分かる。エピソードでそのクラスみんなにもらってたみたいな。でもらいすぎてこいついらないっつって女の子泣かせた。何をもらったの。エピソード知ってる俺は。バレンタインね。そう、もうまさにそれ。年長ってバレンタイン、年長でもうバレンタインをクラス全員と隣のクラスからもらって、何いやもうもらいすぎていらないって言って泣かせちゃったことがあるよっていうエピソードですね、これはね。いや、ケンタさ、これ素晴らしい、いいポイント。結構嬉しいのが当たるとスッキリする。今のすごい。しかもなんかまさかだ、これはなんか滑ってる世界を。マジで勉強だから何か、モテるとかじゃないじゃんと思って。はい、次の問題いきます。学生時代にやっていたバイトは何でしょう。うわ、あ、まあ、これちなみに、ちなみにこれ3つあって、あ、1個当てたら1点、2個当てたら2点、3個当てたら3点って感じで。これね、俺ちょいちょい言ってると思うんだよね。これも何個言うの。3個マックス当てたら、マックス3点。3つやってました。ちなみに俺、ケンタとカツも分かるから。ちゃんと聞いてるね。みんなのね。1個ぐらいは当ててほしいところだけどね、これに関しては。うわ、漢字が書けないな。3つでしょ、3つは知らん。1個は絶対分かる。一番分かんないやつのヒント欲しい。うん、飲食も1個入ってる。飲食1個 ?1 個。あと2個は、あと2個は、まあ、接客だね、どっちも。そろそろいいかな。ユーゴも書いた。じゃあユーゴから行こうか。はい、ミスド、うどん屋、カラオケ屋。なるほど。うわ、ミスドいいとこついたな。じゃあ、もうケンタ君の名前だけしか覚えてなくてそうな、俺も書いたミスドとうどん屋はマジで俺だ、うん、俺です。ケンタ君の名前だけしか覚えてません。じゃあ次、これケンタ当たれた。コータケンタッキーとアバクロね。アバクロイメージ。うわー、でもアバクロで働いてたかも。いそうケンタッキーは自信ある。うん、じゃあ次、ケンゴくん。じゃん、広いよ。ケンタッキー、ガソスタ、コンビニ。あ、なるほど。まあでもまあでもね、まあケンタッキーは100なのよ。うん、ガソスタで働いてたって気がするんだよ。なるほどね、そんなイメージがあると。じゃあ次、カツ。あ、待ってコンビニ、通訳、イタリアンレストラン。イタリアンレストランお前やん。そうだ、俺、イタリアンレストラン、おしゃれだ。
割とさっきおしゃれだね。じゃあ次最後ケンタ。ケンタッキーはそうなんです。ケンタッキーコンビニミスド。お前も自分の書いてる。まさかのミスドかぶりね。そう。いや、でもなんか、ね、飲食1個で。え、マジで？ケンタッキーは書くんだけど。そう。あ、そう。ケンタッキーは書くなんだけど、もう嫌いなんだってケンタッキー。うん、だってそれ何が美味しいか教えてくれるの。そういうこと？そう。じゃあまあ答え見ていこうか。コンビニも飲食になるの？いや、ならないでしょ。そうだよな。うん、コンビニの字下手すぎない？ゆそびにみたいになってもゆそびに。学生時代にやってたバイトは、セブンイレブン、ケンタッキー、整骨院の受付。なんだよ、知らん。それは骨の受付やってたのはもう本当大学4年生の最後1年間だけ。知らん。俺も2ポイントだ。そうだ。俺は1ポイント。ゼロ。で今みんな何ポイントになったのかな。俺4、3。オッケー。違う。そうでしょ。2ポイントで一気に自転車。そうだよ。知らない。今はまあ結構だからその3点とか入るやつはチャンス問題よ。じゃあ次の問題ね。カラオケで必ず歌う歌は何でしょう。まあ、私これ1個だから1個ってなると結構難しいかもしれない。よく歌ってるクラブハウスで。ああ、クラブハウスではあんま歌ってないかもしれない。もうこれガチガチのお箱 でもこの歌知らない人はいない正直。俺でも知ってる。ケンゴくん知ってると思うよ。そのアーティストの中じゃもうズバ抜けて有名っていうか、まあ、ズバ抜け有名。分かった。日本語男の人が歌ってる日本語、ね、日本語、ね、いやこれカバーしてる人とかもいる普通。あーね。絶対当ててる。俺ケンゴくん違うと思うんだよなこの感じ。感じが違う。コラボもたまにするよね。する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 。あー、俺ケンゴくんこれワンチャンあると思うな。これは合ってるよ。コラボする。まあフューチャリングみたいなことよね。バカ有名だよね。もういいとか言って。お前その諦めごしないやつやめてくんね。地味に3点取ってるけど。あんまロマンチックな印象ないけど。ケンゴくんが笑った時って当たる時結構あるから。ねえ。え、書いた。じゃあ、ケンタから行こうかな。スキマスイッチの。なるほど。うん、はいはい。うわー、あるわ。はいはいはい、はい。歌いそうだしな。カッツ。フューチャリング。これは清水翔太の花束の代わりにメロディー。なるほどね。なるほどね。確かにロマンチックだわ。はいはいはい。清水翔太。そっち。次、ケンゴ。ホーム。清水翔太ホームね。これよ。なるほど。はい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 、こうだこうだ。瞳を閉じて平井堅の瞳を閉じて。はいはい。お箱がどっかのお箱か。はい、優吾最後。森山直太朗の桜。ああ、なるほど。あ、渋いよね。ああ悪くないね。よくまず直太朗、これちなみに自信あるよって人。はい。まあ、ケンゴくんだけか。じゃあ答え見ていくか。カラオケで歌う曲は、カラオケで必ず歌うのは花束の代わりにメロディー。うわ正解です。カツカツ正解。マジでよ。マジで嬉しい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 。すごくね。俺さ、最初ホームって書いたの。なあ、書いてそう。書き直した。やばいよ。ケンゴくん、いい線ではあった。ねえ。うん。え、ホーム歌っ花束の代わりにメロディーはね、もう、お箱だから。お箱なんで。知らないと思うよ。えぐいこと言ってる人いるわ。じゃあ次の問題いきます。はい。死ぬ前に食べたいものは何でしょう。これヒントはあのもう明確、あの例えばなんか、例えば多分ハンバーグとかじゃなくて、何何々の何々。あ、もう決まってんの。もう決まったものがある、決まったそれがある。例えばその
サイゼリアのミラノ風ドリアみたいなこと。ああ、もう分かった言えばね。絶対これ、絶対これ。え、どっかの店のやつ？それは分からない。だからもう決まった決まったのも分かったら。コータめちゃくちゃ自信あるじゃん。店なの？それは言えないっす。俺らも食べたことあるそれ。ない。ないんだ。あー、コータ当たってるっぽいな。ないんだ。ケンゴ君も今のなんかひらめいた顔だ、なんか。もう、コータがね、ヒント出しすぎちゃってる。ない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 とか言って。だいぶヒントになってる、コータの感じが。え？食べ物だよね。当たり前やろ。死ぬ前に消しゴム食べるやつがどこにいんの？詳しくはわかんないから、大雑把に。ああ、まあ、ある意味、あ、もう、絶対当たってるわ、お前。これ一択なんだよね。一択なんだ、うん。さっきも一択で外してるけど。これしかないの。本当に浮かばない。同じものを目にした時に聞くんだよ。なるほどね。お前もう言うな、それ以上。これ合ってるわ、じゃあそれ。合ってるー、やったー。同じものを目にした時に言う。言うってか、言ってたから覚えてる。すごいね。俺さ、人の話聞いてないんだよ、俺は。お前いつも言ってる。あれ？ケンタ以外は書いた？みんな。書いてないし、俺も書いてないし、ジャンルもダメだ。いやもうダメダメ、これ以上言ったらもうダメよ、分かっちゃう。分かった。あのね、幅広いよね、でも、うんうん、これ、うん、当てれる、うん、まあそうね、まあむずいな。じゃあまあユーゴからかな。お母さんの手料理。まあまあ、なるほど、最後でしょ、だって。まあ、そうだね。そうだよね。なるほどね。愛だね、愛だね。なるほどね。じゃあ、カツ、ね、カツ。本場イタリアのラザニア。あー。なるほどね。本物。はいはいはい。いや、まあ、近いわ。本物の。本物のピッツァね。じゃあ次、ケンゴくん、ケンゴくん次。ダディのペペロンティーノ。なるほど、はいはいはい。じゃあ答えを見ていこうか。死ぬ前に食べたいもの。お父さんのパスタ。正解。まあ、ケンゴ君もおまけで正解。ペペロンチーノではないかな、正直。けど、まあ、パスタってことで正解です。ペペロン激うまじゃなかったっけ。ペペロンもまあ、うまいけど。ペペロン激うまって聞いてたことある。食いたいね、そんなの。やっぱ、お父さんのが一番好き。これなんか、その、一番死ぬ前に食べたいもので、お父さんの何かとかお母さんの何かっていう人はなんか出世するって本に書いてあった。だからじゃないけど、たまたま俺そう思ってたらマジそうだったよ。はい、俺4です。俺5。一問ずつでポイント確認すな、いちいち。4だ、うん、今の正解だからね。じゃあこれ次もサービス問題来ました。小さい頃の習い事を3つ答えてください。これも1問につき1点。サッカーは除くよ。いくつ3つ。ちゃんと先生、プロの先生に習ってるやつ。プロの先生ってどういうこと？普通に習い事として成立してるよ。プロの先生ね。まあ、プロの先生ってことでいいよ。スポーツ系？スポーツは、スポーツ2つ。スポーツ以外1つ。スポーツ2つ？あれはさ、でも違うよね。あれはだって、そうだよね。分からんのよ、一人でそんな言われても。この3つ。それはジャパン？全部ジャパン。ジャパンなんだ。じゃあ違う。だって言うて日本だからね、俺ちっちゃい頃ずっと。でも飛んだじゃん。小6までいたから。飛んだやつのあれは違う。飛んだやつ。飛んで学びに行ったで。お前飛んでってなんか言い方良くないな、なんか。留学の話ね。そう。その時にはもうサッカーに絞ってるから、その時はもう。待って、もう言ったらこの3つの習い事っていうのはもうサッカー1つに絞るまでだから、小2とか小1とか。あ、まあ1個はなんかね、当てれると思う。親から来てる。あ、それありだろ。だからそれ聞いたのよ。いや、ありだ。親はありだろ。いや、親から教わったわけじゃないもん別に。え、スポーツ2つ？そうなんです、そこなんですよ。文化1つ。え、これ2つともちなみにオリンピック競技です。日本にスーパーなプレイヤーがいます。どっちもメジャーだね、スポーツ的には。あ、もう大メジャー。大メジャー？これおもろ、これ大メジャーある。俺もなんかその大メジャーってやるとちょっと違うの。でもさ、いや、わかんない、俺の感性と違う可能性ある。そしたら、ね、レレからしたら大メジャー、俺とからしたら大メジャー。え、日本にスーパーの人がいるの？え、いる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 。いないな。え、そんなこと言ったら失礼。間違いない。もう出せないでしょ、そのフリップも。わかん
そろそろ行きましょう。そろそろ行こう。もう一個出てこないんですよ。もういい。出た。諦め。いや、それ当たってるから、そういう時。いや、みんなやってなかったんかな、小さい頃これ。って感じ、俺は。小さい頃？小さい頃だから。小さい頃ってだから、年長さんとかだよ。年長で？完全に俺は年長さん。年代教えて何？年長と？だからもう、自分でも覚えてないぐらいよ。もう小学生入ったか入ってないかぐらい。また正直、この2つは、俺がやりたいって言ってやってない。やらされたみたいな部分ある。あ、じゃあちょっと、イタリアーノの。あ、全然、全然違う。そういう考えも違うの。これからもう行きましょう。行きましょう、もう。小さい頃。じゃあ、ケンゴくんから。はい。水泳、卓球、ピアノ。なるほど。卓球強いから。ああ、小さい頃にやって。じゃあ次、ケンタ。ピアノ、水泳、体操。体操。体操迷った。うわ、あるな。なるほどね。体操聞いたの？でも、イメージないんだよ。まあ、なんとなくね、これは。じゃあ次、こうだ。俺もイメージじゃねえよ。テニス、柔道。えぐい音楽どうな当てに来てるおもろいけど、ね、おもろいけどね音楽悪ないちゃったちょっと音楽はね怪しいよ歌ピアノって歌ピアノどっちかにしてほしいけどねいやーどっちにするまあまあ幅広く音楽でいいよとりあえずいいじゃあユーゴユーゴピアノ水泳野球野球ね野球ねいやあるあるもあるあるかなと思うじゃあまああるね。最後勝つ。バスケ、ピアノ、水泳。なるほど。バスケ。結構水泳多いね、みんな。水泳はなんかやってそうな気がするんだよね。ちっちゃい時やってそうなんだよね。泳げそうじゃん。なんか見た目。なるほどね。オッケー、見るよ。じゃあ答え見よう。小さい頃の習い事。小さい頃の習い事は、テニス、水泳、ピアノ。テニスかテニス当てたの結構すごいと思うわテニス2点かこれね俺の親がねテニスやってたからね結構テニスそう答えは俺はお母さんの点だお母さん6結構接戦なんじゃない今意外とおもろいんだよなんかいや分かんない分かんない何だ見えてきた見えてきたコータなんかね、大穴出てくるんだよ、こいつ。あ、いいね、面白いね。じゃあ次の問題は、ちょっと激ムズ問題いきます。あ、じゃあ無理です。大穴狙うことね、これ。ゴルフで一番得意なクラブは何ですか？知らん、うわー、待って、これ。ゴルフのあれもわからん、俺。はい、オッケー。早いね。2回回ったから。確かに。これだね。結構。これ以外下手だもんね。俺の方がスコア良くなかったっけこれみんなかけたもうじゃあこれ意外とむずいんで一斉オープンでいこうかなはい行くよ、はい、せーのドンケンタが7番勝つパターケンオ君アプローチでコウタがサンドウェッジユーゴ9番なるほど9キューってないっけ？じゃあ2回回ってる。キューあんま握らんすよ。逆にね。答え見ていこうか。ゴルフで一番得意なクラブは？8番アイアン。イエーイ！いやーユーゴねめっちゃ欲しいと思ったよだから。8番アイアンが得意なんですよ、一応。130ヤードぐらいが一番得意だから。ちょっと幅広かったよな、アプローチは。音楽より広めの。はい、じゃあ次。はい、またサービス問題。ワンピースのキャラで好きなキャラクター3人答えてください。はいはい、1人分かる。俺、これ結構言ってるよ、この3人。王道？いや、あのね、3のうち1は、一味。
で残りの2人は一味ではない。女性残りの1人3分の1が一味、3分の2は一味ではない。でそのうちの1人はこっちよりで、もう1人はもう完全相手、相手なんだ、相手、相手だけどバカかっこいい。簡単、ルックスはかっこよくないよ正直。いやダサくはないけど中身激かっこいい。もうそれでも結構ヒントでしょ。俺はかっこいい、それはもう分かった、分かっちゃったが誰でも分かる。ケンゴくんは多分一人は分かんないかな。さ、二人は絶対分かる。絶対ではない。まあ分かると思うよ。え？ちゃんと敵？ちゃんと敵。男性女性？全員男性です。一味ってルフィ海賊団の話でしょ？そう。無野の一味ね。ルフィ海賊団って言わないのよ。めっちゃアホやん。めっちゃ敵？一人はめっちゃ敵。ケンタ当ててほしい。ケンタ勝つ。ケンタ勝つ当ててほしい、これ。めっちゃ敵だから、めっちゃ敵でしかも中身かっこいいでしょ。めちゃくちゃかっこいい。あーなんかなんか中身って何？人間性。敵だけど、うん、敵だけど、はい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 、はい、いやそうやっていたって。ユーゴなんかひらめいたっぽいね。うん、その辺までちょいちょい見てた。なるほどね。敵だけど中身かっこいい。そろそろいけるかな。ちょっと待って、敵がわかんない。敵の名前が出てこないよ。ケンゴくんだけかな、書いてないの。俺敵書いてないわ。いやーちょっと待って、迷うな。迷ってますね。え、あれは敵なのか。やだ。もうね、一人はね、その怪しい感じもない。敵。ちゃんと敵。ちゃんと敵。ちゃんと敵って中身かっこいいやつ。わかんないもん。いるんですよ。勝つ多分分かってんだよな、この感じな。分かってる。絶対これとあってるけど、他の人は分かんない。みんなかけた。はい。ワンピース大好きな二人はちょっと一回後からにしようかな。誰大好きなの？この二人。健吾くんから行こうかな、じゃあ。いいよ。いい？はい、お願いします。チョッパー、黒ひげ、シャンクス。なるほど。ないよね。王子ね。王子ね。ない、ない。黒ひげが、黒ひげが敵ってことね。黒ひげ、王敵じゃない？なるほど。王敵だけど、お前。敵だけ？そしたら、中身がかっこいいか、そのかではない。黒ひげはね、好きなわけないのよ。正直。じゃあ次、コータ。サンジ、シャンクス、バーソロ、ミュークマン。なるほどね。次、じゃあユーゴ。ゾロ、トラファルガー、ロー、カタクリ。ゾロは、一緒。さ、ゾロじゃん。うん。後ろ。そうなんや。ケンタとユーゴが全く一緒と。じゃあ、カツ、お願いします。ここがミホークだね、俺は。ゾロ、ミホーク、カタクリ。味方がどうだろう。カタクリ。カタクリ。カタクリ。かっこいいんだ。カタクリはマジかっこいい。じゃあ、答え見ていこうか。知らないな。知らないな。ちょっと最近っすね。まあ、そうだね。ワンピースの好きなキャラ。ああ、3人は結構むずいけど。サンジ、ロウ、カタクリ。ケンタとユーゴ惜しかったね、結構。サンジか。結構惜しかったね。ちなみに今、俺の携帯の裏見てみ。サンジ。サンジになってますんで、今。見せ見せ。当てたんだ。サンジ当てたんですよ。じゃあ今サンジ、じゃあ今あれだね、ジャンプめちゃくちゃ激アツ、激アツよ今。サンジがもう無双してますから。ってことは俺は7点、俺は6。え、結構バカ以上してね。7、俺6。カタクリ嬉しいわ。カタクリめっちゃ嬉しい。カタクリやってくれたの俺も嬉しい。ずるいなぁ。今だね、ずるい。本当に。何もサービスしちゃう。ルフィって言わなかっただけ褒めてほしいんだ。ルフィのが惜しいのよ、なんなら。ルフィ海賊団、ルフィ海賊団はやばい。ルフィ海賊団、俺ルフィ好きだから。はい、じゃあ次の問題いきます。今一番会いたい人は？会いたい人？あなたが。はい、僕が今一番会いたい人。会いたい人？はい。これはね、ちょいふざけ、ちょいガチ。ジャンルは？あ、ジャンル？まあ女だね。
女、うん、あーそのヒントいらないな、女性か、いらないなとか言って、俺小林さんみたいなことしてたよ結構激アツ回答だけどね、それは俺らは知ってる人、知ってる知ってる、そしたら俺も出てきてやった、あんまね深く考えることじゃない正直、これは女性って言われたからもう全然わかんなくなったんで、もういいですかねそろ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 いいですか、はい、じゃあ一斉オープンでいこうかな、せーのドン、ゆうごとけんたがカスコンヌで、やってんだよめちゃくちゃ真似してるから、コウタがエア、テンチムね、え、マリアマリ、あれね、あれはしてるよ、モノマネする人ね、そうそうそう、じゃあ答え見ていこうか、一番会いたい人、ママカチ一番くだらない真剣に考えたらあんまりない、だから冗談入ってるって言ってるやん、だから天柱ね、最初ルカクとかのルカクって書いてあるということで、今のは誰も正解できずということでね、一瞬浮かんだんだよな、これ、掃除のおばちゃんとだかと思って、でもそれさ、外したらバカ滑るな、そうなんだ、やめた俺今の答えて欲しかったけどな、じゃ次の問題いきます、生まれ変わったら何になりたいでしょう、面白ディサロが出てきちゃってる感じか、 YouTuber のディサロが顔出してる、これは大喜利ってことまあ半分大喜利かな、やめてマジでそういうの本当に大喜利って言って滑った時めっちゃ恥ずかしいですけどね、全然出てこないもんコートワンチャー出てくんじゃないかなって思う俺どこまでふざけてんのか分かんないから、さっきと同じぐらいは絶対にふざけてるだよね、俺お前会ってる気がするもん、なんかなんかね、お前会ってる時の目ね違うんだよね、なんか俺自信ありますみたいな目してんだよコータに、ね、答え伏せてる感じガチなんだよな多分、いや分かんないんだよね、じゃあ一斉オープンで、せーのドン、ケンタが生まれ変わりません、自分、まあ、バレンティーノ、俺の弟ねケンゴ君以外はまあ俺は俺だと、うん、そういうことで、うん、じゃあその回答を見ていきましょうか、それじゃん絶対っていう振りが違うとかマジやめてほしいの、あるよ、そういうのあるよ、バレンティーノある、生まれ変わったら何になりたい、俺は俺でしかねえ、あー4人正解ですね、まあ、ちょっとヒント与えすぎたかな、これに関してはヒント与えすぎましたね、みんなヒントすごいさ求めてくるからさ、まあまあ、まあまあいいでしょう、コータ最初から返したくさかったんだよ、弟の名前出しちゃったの大丈夫大丈夫でしょ、 SNS すごいもんね、ラスト2問です、はい、じゃあ次いきます、これ激ムズ問題です、ちなみにこれ激ムズだから当たったら2点にします、おっと差が開く、3丁で3丁で3でいいよ、じゃあ3点、尊敬する人は、知ってる人みんな知ってはいるけど、あーこれ言ったらヒントやばいな、存在しません、え、今この世の中に存在してません、アニメとかわかんないな、ユーゴ当たってる臭いなこの感じ、なんかふざけてる、え、ふざけてない一切、ガチ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 、尊敬してるの、尊敬してる男、男、いや、わかんない、なんか直近でそういう話をした、あーしてるかもしれない、ちょいちょいヒントばらまいてるから俺これやるってなったから、これ3点問題だからね、一切浮かばなくなった3は多いよね、3は多いよ、おい、じゃあ2にしますか、書いたかなみんな、待って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 、まあ、これはね難しかった正直めちゃくちゃ、じゃあいいですか、じゃあケンタから行こうか、いやもうここに戻るしかないよ、戻るしか出てこない、勝つ、煉獄の前に答える、煉獄さん、煉獄さんね、なるほど、俺ちょっと待って、煉獄の家だよ、煉獄の後に答える、なんでわかんないもん全然、いいよ答え、アダム、
ダムって何アダムとイブってことね。アダムとイブのね。ワルキューレのっていうか、まあもう普通にこの世の中の男、一人目の男ってことね。はい、ケン君。存在しなくて男、左足。これはどういうこと？この前に答えた自分も左足。じゃあ、ユーゴ、これ正解なんでしょ？頼むよ。わかんない。マジ頼むぜ。イエス・キリストと。なるほど。じゃあ答えを見ていきましょう。全部当てはまるよ、ヒントに。大丈夫だよね。うん。尊敬する人は。尊敬する人は。キリスト。あー正解ですね。そっか。それはちょっと浮かばないわ。まあこれはまあ激ムズ問題でしたね。じゃあ俺が話したもんね。うん。いなかったら俺も書いてたもん。わかる。左足なんて絶対分からない。左足はもう今2点でいいよ。寒すぎ。2点いきましょう。今の激ムズだったからね。1位やね。踊りで10点やなかったよ。今ユウゴが10、コウタが9、ケンゴくんが6、カツが8、ケンタが9。じゃあケンゴくんにも大逆転チャンスということで、最後の問題は5点にしましょう。全員あるってことね。全員ある。素晴らしい。ケンゴくんだけ。じゃあもう最後は本当にヒントなしでいきます。最後の問題です。今後の目標は、じゃあこれだけ言います。これ YouTuber ディサドです。 YouTuber な俺が答えてますよっていうことね。 YouTube の目標とかではないよ全く。 YouTuber なレレが撮ってるがヒントです。なんだろう。 YouTuber めちゃくちゃしらこいやん。登録者数とかではないと思う。登録者数とかではないです。ちょけてんだ。まあちょけてるっていうか、まあちょけてるって言えばちょけてますよ。もうみんなかけた？全然かけないね。そうなんだ。大拍手よ。まあまあぐらいのちょけ度かな。そんなちょけてる？よくわかんない。そう思ってるよ。それ生まれ変わったらよりもちょけてるから。思ってはいるのよ、別に。思って、嘘をついてるわけではないから、別に。ああ、じゃあ、まだあり得るわ。あり得る。5ポイントだもんね、これ当てたら。これ5ポイント。YouTuber レレとしての今後の目標は。違う。タイトルが YouTuber レレっぽく。YouTube でもそういうことでしょ。YouTuber レレが回答する今後の目標でしょ。YouTuber レレが考える。ケンゴくん絶対当たんないな、この感じ。嘘。うん、全然考え方が硬すぎる。もういいかな？いや、もうこれで今。わかんないよ。じゃあ、最後の問題なんで、ケンタから順番に。すいません。あ、まあまあ、コラボ。コラボ、はい。ありがとう。俺もそれ書いた。カツ。結婚。はい、結婚ね。はい、彼女募集中。彼女募集中。はい。引っ越し。恋愛。え、いい線いってたもんね。いい線いってると思うよ。こんなんでいいの？答え見ていきましょう。これはないけどさ、もうさ。しょげてんのか、これ。今後の目標。今後の目標か。ハッピーハッピーが答えでした。いや皆さん不正解ということで終わったよ。これにてレレオ終了。パチ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 。じゃあ結果発表に行きたいと思います。レレオに輝いたのは達田優吾選手。おめでとうございます。ありがとうございます。レレオに輝いた感想をお願いします。うーん、嬉しいです。あー嬉しい嬉しいって言ってくれてよかった。はい、終わりました。皆さんご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録と高評価とコメントの方をよろしくお願いします。それではまた次で会いましょう。バイバーイ。